関中国へようこそ。5月9日のニュースをお伝えします。先日終了した5月大型連休において、中国国内の旅行者数が再び記録を更新し、2億9500万人に達しました。2019年同期と比べて 28% 増加しています。中国経済は水準が大幅に低下しているため、多くの人々が費用を節約するためにマイカーでの旅行を選びました。しかし、インフラや製造技術の未熟さから、多くの電気自動車のオーナーがトラブルに見舞われ、中には命の危険にさらされることもありました。中国メディアの報道によると、高速道路のサービスエリアにある充電スタンドの数が限られているため、多くの人々が充電スタンドをめぐるトラブルに巻き込まれています。ネット上に投稿された動画によると、少しでも早く充電できるように、多くの人が充電スタンドの周りに並び、他の人々の不満を引き起こしています。並んでいる他の電気自動車のオーナーたちは、順番を守らずに充電しようとするのは困ったものです。充電をするのにも、場所を奪わなければならず、口喧嘩ができないと充電すらできませんと無念そうに語っています。別の動画では、ある電気自動車のオーナーが充電スタンドを確保するために地面に寝そべって場所を占有している姿が映っています。一部の人は、前に並んでいる人が多すぎてずっと先まで見えない。場所を奪おうにも、その資格すらないと話しています。それに加えて、旅行者数が非常に多いため、多くの場所で高速道路の大渋滞が発生しています。電気自動車のオーナーたちは、普段ニュースでは電気自動車がいかに素晴らしいかと報じられているが、渋滞の時、ガソリン車のドライバーは車内でエアコンを楽しんでいる。しかし、我々電気自動車はいつまで渋滞するかわからないため、エンジンを始動させることもできない。もし途中で電気が切れたらどうすればいいのかわからないと嘆きました。充電スタンドの不足や航続距離の問題に加え、電気自動車のオーナーの中には命の危険に直面した人もいます。電気自動車の安全性は以前から疑問視されていました。今年の大型連休中、路上で突然電気自動車が自然発火する動画がネット上で多く出回っています。中国メディアの報道によると、ある電気自動車が運送中に突然発火し、火は短時間で広がり、トラック上の他の電気自動車にも波及しました。これは路上の車両や歩行者に大きな脅威を与えました。電気自動車は環境保護とエネルギー節約の面で明らかに利点があります。しかし、バッテリーパックや高電圧回路などの特殊な構造のため、故障や事故が発生すると発火事故を引き起こすリスクが高くなります。航続距離やインフラの問題もあり、電気自動車が発展するにはまだ長い道のりがあります。他就打电话120120了，我就把他等120来解决。那你就听我的行吗？你就是。
什么顺序？这个车位他没有进来，他是人过来抢充电桩，知道吗？他人过来，我们拿充电桩插到车上了，他直接给拔出来，他抢充电桩，你知道吧？这是他应该有点拆迁来的。对呀，这个一直等。不是，插队。我们什么时候插队？谁进来？你进来吗？我们进车位，是谁插队？就跟加油一样，人进位了。他进来，你给我们拔出来，拔出来不让我们充，你人在站着充电桩，有这样的吗？你就停车位也没有这样的，对不对？快提上空。你提进来，你接着充，我们也是。我们有空。我们也拽不过来，是不是？有空，你有充电桩，有空闲的你就充。其实虽然说国家大力发展这个新能源，但是他这个充电桩建确实建的有时候不是很到位。像这个徐管高速，对，徐管高速应该是在南方来说应该算是一个很大的高速了。它是因为是近几年修建的，2019年开始修还是哪一年开始修的，就是一个很新的高速。它都建的充电桩的话，都是建的只有一点点。你看这个排队，排了有十几辆车了，这个真的很尴尬。我觉得国家就是还是要再大力支持一点，就是推动一下。你说喊口号是没用的，就是你像地方政府啊，他就行动执行起来特别慢。我觉得，他有些执行就特别慢，可能钱又花了，但是你不知道他到底做出的效果在哪里，就是这就很尴尬。所以我希望，也就反应反应吧。我们电车又堵在高速上了，然后那油车全都亮着灯。我开了车，现在只敢亮一个屏幕，其他全黑，车灯我也不敢开。前面的特斯拉跟我一样，也是车灯都不敢开。我们去看一下它里面是不是也全黑，也是全黑的。油车全都亮着灯，我们这电车这都纯黑，都把电全都关了。都没续航了，你看这车里面黑的。兄弟们，高速大堵车了。作为电车车主，来吧，先关灯，然后再把屏幕调到最暗，然后再把日间行车灯关掉，然后再把空调关掉，然后再把音乐关掉，再把行车记录仪关掉。哦，还有氛围灯。再把氛围灯关掉。这来时好好的，回不去了。京昆高速，我堵到晚上10点了。看一下，回不去了。皆様へのお知らせです。これから漢中国の動画を鑑真ワールドというサイトにも掲載していくことになりました。リンクは下の概要欄に貼ってあります。よろしければどうぞご覧ください。Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's Ganjin World.